チャオ社会じゃえ簡単よ。チャオ社会派配信者あっちゃんです。はい、ということでね、何が社会派やねんって、丸ごと北海道飲みヨーグルト、メロン、北海道産メロン入り生乳 80% 使用の、ヨーグルトを持って、何が社会派やねんって、全然関係はないねんけどもね、社会派な配信者になりたいなと思って、やっぱりいろんな世間の闇に切り込んだりとか、ちょっとねこういう影響力になるし配信もしてきて、ある程度ね、若い子供のね、YouTuber じゃないねんから、アホみたいなの若い人あかんわと思って、ちょっとやっぱりね、こう世間にね、0.001% でも貢献しないといけないなと思って、社会派を目指していこうと思って、かっちゅうてこういう商品紹介をしないっていうのもまたちょっと YouTuber らしくないので、はい、なんのこっちゃら、まあね、それだけではいかないので行きましょう。ルナ、丸ごと北海道飲むヨーグルト、これ飲みながらちょっとねお話していきたいと思います。ではプス、いただきます。あ、おいしい。うん、おい、メロンのね甘みとヨーグルトの酸味がすごかった。おいしいよこれ。うん、ということでね、ちょっとね、何をしたいんかって、ちょっとやっぱ社会派なこと、社会派、いろんなね、こういうヤフーニュースとかそんなんでも載ってることにね、ツッコミ入れていこうかなとか思ったりもしてんねんね。で、今日12月の25日、お昼やねんけども、お昼過ぎやねんけども、ちょっとねヤフーのニュースを見てたらね、あれ、あ、更新かかっちゃった。まあいいや。ちょっとこんな感じにヤフーニュースを見るとね、いろんなニュースが出てくるの、ね、ちょっと気になることをちょっとクリックしながらお話ししていくっていうのもありかなと思って、ちょっとちなみにやっていきましょうか。さっきね、ちょっと気になることがあってんけど、間違えて更新かかっちゃって消えちゃったの。あれどこ行ったんやろ。まあいいや、また次回見つけた話します。今ちょっと気になるのがね出てきたんで、で、六本木でランボルギーニが歩道に突っ込む誤作動かっていうニュースが出てきてんけど、はい、東京六本木で高級スポーツカーが歩道に乗り上げる事故がありました。警視庁が事故の原因を調べています。25日午前9時前、港区六本木ヒルズの路上で高級スポーツカーのランボルギーニが路上脇の植え込みを乗り越え歩道に突っ込みました。警視庁によると、この事故で車体の左側の前の部分が破損しましたが、運転していた男性には怪我がなかったということです。男性が車を、操作を誤り歩道に突っ込んだとみられています。現場での見通しが良い緩やかな下り坂で、警視庁は運転手の男性から話を聞くなど事故の詳しい原因を調べています。はい、誤操作か、誤操作かって書いてあるけど、これね、あっちゃん思うにね、昔の車はマニュアル車、ギアがね1に入ってんのか2に入ってんのか 3速入ってんのかバックに入ってんのかっていうね、まあ、バックランボルギーニはここじゃない、こっちやけどもね、どこに入ってるのかっていうのをね確認して運転してたんよね。でクラッチを踏むことによって、ギアを切ります。
ギアをつなぐと同時に発進します。クラッチを離しながらアクセルを煽っていって、発進させていくってことは、前へ行くぞってギアを入れて一速入れて、まあトルクのあるランボルギーニだったら2で発進する人もいてるけど、やっちゃダメよ、ランボルギーニはね特にね、まあ、そんなことでもいいや。まあ、1に入れて、1は、こっちやねんけどねランボルギーニここや、まあ、何でもいいや、ギアを入れて発進するぞってこう自分に言い聞かせて走るんよね。でも今の車ってそうオートマチックやねんね。オートマチックって怒られんだけどね、E マチックとかスポーツマチックとか F1 マチックとか、まあ、いろんな名前があってね、クラッチがないのよ。でガチャコガチャコってゲームセンターみたいにギアを入れんねんね。それがワンって煽った時に入ってんのか入ってへんのか分からへんねん。要はガチャって位置に入れとって止まっとっても普通に止まっとんのね。でアクセルニュートラルや持ってポンって踏んだらパーンって出る場合はあるね、だからこう前にニュートラルとか1、2って出んねんけども、そんなんいちいち確認せんと乗る、大体もうバーン乗ってガチャコンブーンって出んねんけども、それがワンちょっと息ってブンブンってやるまでブンブンブンってやったりするんやけども、特にねスーパー買って生きるんよね。息でワンワンとかで得ようとするから生きりたがんねんけども、生きった時にギア入っとったりしたらパーン飛び出したりするんでね。とか、こうピュッて間違えて、間違えてことないけども、ついついギアここについてるからポンって触ってしまうとギアがカーンって入ってしまう時もあるし、うん、まあまあそんなどんくさい人はおらへんとは思うんだけど、あとそういうのもあるし、あとランボルギーニってめちゃくちゃ力パワーがあんねんね。トルクパワーとトルクがあんねんね。普通日本車とは違う。だから日本車やったらブンって踏んでもゆーって加速するけど、そんなんじゃない、ポン踏んだ瞬間後ろがズルッと滑るぐらいの加速するね。まあトラクションコントロールで滑らへんもんもついてんねんけども、うん、だからやっぱりちょっとね、はっきり言って2ペダルって言ってクラッチがないランボルギーニだったら、あっちゃんがよく言うのは、かっこええカローラやって言うんだけど、日本車の普通の車と同じぐらい乗りやすいの、正直。だから免許取り立ての子でも乗れんねん、ランボルギーニでもフェラーリでも、うん、乗れるようになってんねん。昔のはもうほんまにね運転手を選ぶって言われててんけど、そうじゃなく、なんだろう、誰でも乗れんのよ、乗ろうと思えば。ただパワーがあるから、牙を剥いた時に手のつけられへん、やっぱりね、おとなしい牛さん馬さんでも乗り手を嫌うと急に暴れ馬暴れ牛になっちゃうねんね。それがスーパーカーなんね。だってもともと500馬力とかの馬力、日本車でだいたい100馬力とか200馬力とかそんなんやけど、それの2倍3倍の馬力を持ってる車やねんね。ポテンシャルは高いねんね。でも乗りやすくなった分ちょっとこう一般車と勘違いするっていうところがあって、である程度そのね、成金さん頑張ってお金、成金さんって言い方悪いけど頑張ってお金を貯めてね、超ランボルギーニとか買えるぐらいになって生きて買うわけよ、みんなね。だって生きらへんかったらそんなん買う必要ないからね。だいたい生きて買うもんやね、スーパー買って。生きて買うたら見せびらかしたいっていうか、ちょっと生きりたいとかって、ええ音とかブーンって吹かしたいとかって、ちょっとして生きろうと思ってポンってアスフェル煽った瞬間に目覚めるんよね、猛牛の血が。牙むきよのね、瞬間ボーンって出たらもう手のつけようのない。ハンドだって後ろにエンジンが乗っとって前は空っぽやねんで、軽いねん。ハンドルは前で効かしてんねん。ボーンって加速して前がギュッとこう伸びた時にハンドル切ってもタイヤはいかへん。タイヤはなんで曲がんのかって言ったら、タイヤの接地面に面圧って言って、車の車重をかけんねん、ブレーキ踏んだりしてかけんねんね。前に重みをやる、重みやることによってハンドルを曲げる、ハンドルを曲げたらタイヤが路面をねじれんねんね。こう摩擦ができんねんね。その摩擦の力と前行く力との横滑り、タイヤが横ったこう滑るわけやん。滑らしたら前まっすぐ行ってしまうけど、滑らさずに車の車重とタイヤの接地面のなんだ、密着力っていうのかな、タイヤが路面を捉える力、まあ、グリップ力っていうんだけど、その力がバランスを追った時に曲がってくれんねん。バランス合わへんかって前行こうっていう力の方が強かったら横滑りしたまま前行くねんね。ハンドルいくら切っててもアクセル踏みすぎたらハンドル切っても切ってない方向にずーっと滑っていくねん。そのまま歩道を向いて直進してしまう。それがパワーのあるランボルギーニとかフェラーリ、
まあだけじゃないよ、ね、もういろんな車だけどパワーのある車の力やねんね。でそれを抑えようとして前のタイヤが後ろのタイヤと前のタイヤの回転差が出た時に前のタイヤにブレーキかける、後ろのタイヤにブレーキかけるとかして車のバランスを保って曲がろうとする機能はついてんねん。それでもそれを超えてしまうポテンシャルを持ってんねんね。だから曲がらんかってドーンっていく場合があんねんね、うん、そこなんじゃないのかな、調査する必要もないんじゃないのかなとこの記事を見て思いました。はい。で現場は緩やかな下り坂で、見通しの良い緩やかな下り坂って書いてあるね。見通しが良く下り坂で曲がってたら車は前に体重かかってるはずでね。ってことはブレーキ踏んで ABS って言ってブレーキをロックさせへんシステムついてるはずです。トラクションコントロールってアクセル踏んでも横滑りせえへん機能はついてます。でも横滑りせえへん機能は駆動輪、タイヤを回すタイヤにしかついてないね。ハンドルを切る力にはついてないんだよね。だからハンドルを切りすぎたりで、ハンドル、グリップ、タイヤが路面を捉える力以上の力をかけた場合は横へ滑っちゃいますよね。だから植え込みに飛び込むこともあるんじゃないのかなと思った。でもこの損傷、ちょっとまあ動画があんねんけども、ちょっと動画を見てみよう。音声がね、これ音声ちょっとまずいんで音声を消すと、あ、見事に植え込みにはまってるね。ちょっとね、今動画見た、動画しかその現場の写真を見てんけども、確実にそんなに広い道じゃない、六本木ヒルズの結構人がいてそうな植え込みあるところに見事にはまってんねんね。あのはまり方は完全に何て言うのかな、パワーかけすぎてコントロールできない、直線やのに横向いてはまってるな。アクセル煽りすぎて後ろが出てしまった、滑ってしまった、トラクションコントロール効いてても滑ってしまうことがあるからね、それを滑ったやつを戻そうとしてこうタコるって言うんだけど、こうなってドーンって飛び込んだっぽいね、うん、もう完全に運転手さんの誤操作っぽい、誤操作というか要誤操作とかよく言う、操作ミスとかよく言うけど操作ミスじゃないねん、過信、そのパワーを扱いきれてないだけじゃないのかなと思った、うん、ちょっと今日この話じゃなかったよ。ほんまはね、エスカレーターの話が出てて、それはちょっと面白かってそれをしようと思ってんけど消えちゃったのよ。だから、うん、見つからへんねん。またちょっと探して、どうやって探すのやろ。まあ車関係やからね、車のそういうお話をしていきたいと思いました。こんな感じで社会のニュースに切り込んだあっちゃんの話どうでしょうか。ね、ちょっとね、首都高速湾岸線トレーラーから出火、横浜っていう記事がちょっと出てんねんけど、トレーラーから出火、10時過ぎ横浜湾岸線で、大黒ふ頭の、なんだか橋のところでトレーラーから出火してねって書いてあるんだけどね、なかなかトラックから出荷することって時々見かけんねん、高速道路でも。よくあんねんけど、あっちゃん見かけたとはトレーラーはどうか分からへんけど、トラックなんかやったらね、ホロしてるでしょ。ホロと、トラックの頭、運転席と荷台の間にホロがあって、そのホロと荷台じゃない、運転席の下にはエンジンがおんねん。だから荷台とその間にホロが入ってんねんけど、そのホロから出荷すんの見たことがあんのよ。あとね、トラックなんかやったら、ディーゼルなんかやったら、オイル交換をきっちりしてなかったりしたら、スラッジカーボン、スラッジとかカーボンって、オイルがネチャっとした、なんだろう、固形物になんねん。それって燃えると、なかなか燃えへんねん。エンジンを、車爆発するとか燃えるっていうのは、西部警察見すぎやねん、みんな。映画とかで、西部警察がね、映画とかで車爆発したり燃えたりするけど、もう、ほぼほぼ車が爆発することありません。で、燃えることもほぼありません。まあフェラーリ燃えることあるけどね。あれは製造上ね、エンジンのマフラーの熱いところにオイルパイプとかガソリンパイプ通ってるから燃えんねん。製造上の欠陥っちゃ欠陥やねんけど、
国産でもね、よくあんねん。パワーステアリングホースがマフラーの上通ってて燃えた車もよく見んねんけどもね。そんなんもあるけど、トラックなんかが燃えることってほぼほぼあらへんねんけど、大体整備ミス、メンテナンス不足が多いねんね。だからもうこう年末に向けてちょっとね、これから遠出する人がいてると思うねん。また帰省したりとか、そんな時のためにもね、きっちりメンテナンスをしてください。メンテナンス不足が、そういう事故っていうか車両炎上とかね、を生むねんね。結構だから結構多いのが、車両炎上で一番多いのが配線燃えることと、油脂類が燃えることやね。でオイルなんかでもきっちり交換してへんかったら、スラッジって言ってカーボン、エンジンのカスね、燃えカスのカーボン、炭ね、とエンジンオイルを変えへんかったネチャッとしたものとが混ざって、ネチャッとしたオイルと混ざってネチャッとしたものになるね。そのネチャッとしたもの自体は燃えへん、火はつかへん、ね、でもある程度熱持ってきて何かで火ついた場合消えへんね、なかなか。だからしつこく燃えてドーンって燃えしてしまうことが多かったり。でも一番多いのが配線やね。何か言ったら素人配線が多くてね、まず配線、ここにはね 12V が通ってます。 12V が通ってるということは、ここから 12V、入れていくとプラスからマイナスに通る。まあこれちょっとバッテリーやもん。プラスからマイナスに行った、まあ、実際マイナスからプラス行ったんだけど、ね、どうでもいいんだけど、プラスからマイナス電気が流れてます。でここに電球とか、オーディオとかナビとかつけたらね、抵抗物やねんね。でここから 12V 流れて抵抗物の中で抵抗を生んで 0V になってバッテリーに返ってくるね。その繰り返しやねんね。要はここの抵抗物があって、抵抗物って抵抗って何かって言ったら、何でしょう、電気ヒーターっていうのは、まあ、100V、12V、何でもいいわ、ボルト数かける、そこに抵抗するもの、ね、抵抗するものをつけることによって抵抗するものが発熱すんねんね。で熱を帯びることによってボルト数が下がって帰ってくる。だからここで抵抗を持たすことによって熱を持たすのよ。抵抗ってみんな熱に変わんねんね。でそれを素人配線でいっぱいつけようねん。みんな中にイルミネーションランプつけたりとか、オーディオのところに充電機器つけたりとか、いっぱい電気も素人が配線してつけようね。そのつないだところに抵抗が生まれたり、つけたもので抵抗生まれたりすると配線はすごく負担かかんねんね。でも今の最近の車っていうのは配線コストダウンで細く作ってあるね。ね、今車で使う電気容量までで作ってあるから、それ以上のものを勝手につなぐと燃える場合があるね。間違えても今最近、12V、 車は12バッテリー 12V やねんけど、 12V 制御じゃなくコンピューター ECU の中で 5V 制御してんねんね。低電圧制御してんだけど、低電圧制御してる線を間違えてそこから電気取ったりするとかなり負担かかったりして燃える可能性があるね。そうやって配線火災する車が結構多いねんね。だから素人配線かなり危険なんでやめてください。でこれ素人配線お店に任せたら大丈夫やろ思うけど、お店の人だって車に関してはプロフェッショナルかもわからへん。でも電気と車は別なんね。車屋さんは電気屋さんじゃないね。電気も間違えてつけて車屋さんが燃やすこと結構あるのね。あちゃん昔やってた頃はね、某大手さんがつけて失敗してオーディオ燃えた車入ってきたよ。ユーザーさんが素人配線して配線燃やした車入ってきたよ。結構多いのよ、うん、それは配線、電気の流れって見えへんから怖いってよく言うけど、電気の流れほど見えるものはないねん。電気の流れって目で見えへんねんけども、頭で心で見れんねんね。心って、ね、目じゃなく脳で見れんねんね。だからこっからこうやってつないでる配線図を見ると、どこに何をつなぐと燃えちゃうよねってすぐ見えんのよ。だからそれが分からへん人は電気配線触るとかなり危険なんでね、気をつけてください。はい、ちょっと話長くなっちゃったね。でも、まあ、車ね、ちょっと今日は全然違うエスカレーターの話を思ったけど、車の話になっちゃったけどね、まあ、車の話、あっちゃんまあ得意な分野なんでね、こういう話もしていきたいし、でこういうのもね、何かこうきっかけがなかったので、ヤフーニュース今回見てんけども、ヤフーニュースを見た時に気づいて今ちょっと話してみました。いうことでね、またこういうのもやっていきたいと思います。はい、2019年もうちょっとね社会派になっていきたい、あっちゃんでした。おお、1億円の GTR って書いてあるわ。そんなんあんねや。はい、まあそんなこんなでね、いろいろヤフーニュースを見ながら、ヤフーニュースだけじゃなくね、ネットニュース見たりとかね、別にテレビでも何でもいいけど、そんな感じでちょっと社会に切れ込むっていうのをこれからもやっていきたいと思います。今日のあっちゃんのね、車、安全に車乗るための小話、よかったよと思ってくれたら高評価を、で応援コメント、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。っていうか丸ごと北海道美味しかったです。
ということで、また、エスカレーターの話見つけていつか話したいと思います。またね、バイバイ。今日のあっちゃんのこんな感じの車の小話、良かったよと思ってくれたら高評価を、応援コメントとかね、賛否両論コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。2019年は社会派になっていくぞ